本日なんですけど、ゲーム実況者の実況部屋を公開していこうかなと思います。前回ねちょっと公開した動画があるんだけど、ゲーム実況者の部屋というか、なんか加湿器の紹介みたいな感じで終わっちゃって、今回ちょっとガチめなゲーム実況者の部屋紹介をしていこうかなと思います。永遠に俺の周りを魚のようにくるくる回ってるんだけどよし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 、それでは早速紹介していくにゃ。じゃーん、部屋的にはこんな感じ、めちゃめちゃシンプルはい、そして座った時の視点がこんな感じ。俺がいつも座って作業してる風景まんまだね。これはこの下3枚のモニターでなんか生放送のコメントとか出したり、ゲームをやったりで、一番上のモニターがゲームのモニターってなんか色がこう正確に出にくいっていう特徴があって、なんだろう、その分その反応速度とかが良くなってるんだけど、下の画面でこう動画のサムネイルとかを作っても色が全然違う形でみんなに届いちゃうからっていうのを防ぐために、この上のモニターは色の確認用かな。あとはなんか音楽の再生する画面とかを出したり、まあ、基本的にあんま使わないけど、たまーにあって便利だなって思うことはある感じだね。でもね、4枚目いらないかな相変わらずこのキーボード使ってます。ワイヤレスのね、ロジクールのやつで、まあまあな値段するんだよ。3万ぐらいかな、キーボードに3万めちゃめちゃ高いじゃん、めちゃめちゃ高いんすよまあでもこの見た目が良すぎてすごいスタイリッシュじゃん。あと白色のキーボードっていうのがね、なかなかなくて、個人的にはこの白い鍵盤に青の明かりがついてる感じがすごく好きで、まあこんな感じで使ってます。マウスも白、なんか黒ベースのガラス天板に白色のアクセント置くのなんか綺麗だなって、なんかすごい好きで、どうしてもキーボードとマウスは白がいいっていうのでこうなりました。キーボードはね、押し心地だけを見たらもうちょっと好きなのがあと一つ二つぐらいあるんだけど、もう見た目が良すぎてもうこれしか勝たんでこれがね、まあ最近買ったばっかで耐久性とかわかんないんだけど、アップルウォッチとまあ、エアーポッツを裏に充電できて、で、あと今スマホで撮ってるからちょっと使えないんだけど、スマホも置いてなんか3個同時に充電できますよっていう。なおかつめちゃくちゃ小スペース。で、まあ、左のやつはね、なんかあんまりその白のやつを置きすぎても、ちょっと主張が激しくなってうざいから、まあ、これは黒の色のやつにしました。でかいメインのやつがバンバンって白の方がちょっとインパクトがあるからね。まあ、目立たなくていいところは目立たせずに。個人的にすごいいいなって思ってるね。で、あとこれみんな大好き、あのこのボタンを押すだけで音楽が再生されたり、動画編集ソフトが起動したり、まあ何でも割り当てられるっていうすごい便利なやつ、大体みんな持ってるねこれはマイクはまあこんな感じでアームになってて、まあ自分の座る位置によってよいしょだって持ってきたり、立って歌いたいなっていう時はよいしょこうやって、いやもっと上にね、全然上に本当上がるんだけど、立てる距離に上げたり、あとねこのマイクとなんつうのマイクの間にあるこれポップガードって言うんだけど、これはそのままマイクに喋りかけちゃうとボフっていう息が入っちゃったりするものを、これを1枚入れることによって息がなくなるというか、ボフボフ感がなくなるんですよ。で、個人的に超いいのはこれ、こうやって取れちゃうっていう、やっぱさ、その唾がかかる部分なんで衛生面的にやっぱ毎日でも洗いたいんですよ。でもいちいち取り外してのもだるいなっていう気持ちもわかるんだけど、これはほんとこれだけで取れちゃうから、個人的にもう最強。あ、うん、まあでもこういう風にもなってしまう。まあでもちゃんとポジションをこうやって決めたらね、倒れてくることはないんで、全然大丈夫。で、これがね、マイクからここにまず音が行って、音量のすごい小さいところとかはなんか上げてくれたり、逆に上がりすぎちゃってるところを低くしたりっていう調整をされてから、ここのオーディオインターフェースっていう部分に音がさらに行って、ここからパソコンの中に音が来るイメージで、上が歌とかを歌うときに、あ、生放送でね歌を歌うときに使うやつで、下が、まあ、普段の動画配信とか生放送で実況するときとか使ってるやつがね、上のやつはすっごい安いんだけど、下のやつがもう天と地ほどに高い。で、このつまみでスピーカーから
音を出るか出ないか、ボリュームの調整だったり、一つまみでできますよっていう感じだね。俺さ、目に見えるところにコードをすごく置きたくなくて、まあ、絶対しょうがない部分は出ちゃうんだけど、なるだけだから机周りとかコンセントというかコードが視界に入んない感じの配置にしてます。これマウスワイヤレスだし、キーボードもワイヤレスだから、どうしてもその充電しないといけないんだけど、そういう時はここのこれ充電器なんだけど、まあ寝る前とかにこれを挿しとけば、まあ大体1週間ぐらい使えるイメージだから、まあ、やばくなってきた時に挿すんだけど、まあ使わなくなったらこうやって戻してあげると、ほら全くケーブルがね気にならなくなるから、使いたい時はあそこから引っ張ってこればいいだけだからね。めちゃめちゃ綺麗で好きです。この右のなんかボタンみたいなやつは、なんか画面の設定とかをこれでボタン一つで変えられたり、まあスイッチのゲームやるときこのボタンとか、 PS5 だからこのボタンとか、なんかワンボタンで切り替えれるやつめっちゃ楽で、この下にはなんか PS5 だったりスイッチだったり PS4 だったり iPad Pro だったりっていうね、なんかそういう感じの小物系のやつが置いてます。で右にはピアノが置いてあって、これは最近ハマってる日本語シソーラスなんか日本語っていろんな意味があるじゃないですか。でいろんな言葉、この言葉もそういう意味だったのみたいな、一個の言葉に対してものすごいアクセスの方法があるというか、だからいろんな言葉をやっぱ日本人だからちょっと学んでおいて、作曲とか普段の喋りに活かせたらいいなっていうので地道に読んでるけど、すごい楽しいね。学びが多い、これは超おすすめ。でこれは金の盾なんだけど、そう飾る場所が難しくて模索してる。もうなんならこの空気清浄機に立てかけていいんじゃないかっていうでこれが除湿器だね。湿度が高くなりすぎちゃって、もう今加湿器系一切使ってない。左58なのに右43っていうね、もうどっちが間違ってんのか分かんないけど俺は。まあでもすごい下に水いっぱい溜まってくれるから、効果が目に見えてちょっと楽しい気分になるっていう。であとはクローゼットがあるんだけど、まあここはなんだろう、棚によってすごい使い分けてて、ゲームのコントローラー関係だったり、まあこれデバイスとマウス系だね、まあいろいろ持ってるんだけど、まあ、この左のデバイスはちょっと今度友達にあげようと思って分かりやすい場所に置いてるだけで、さらに上が音楽関係のものだね。音楽系のコードとかケーブルとか分かりやすい。まあとかまあそんな感じのやつが合計で7段ぐらいあって、9段か9段あって、それが2個クローゼットがあるから、まあ、18段だね。めちゃめちゃスペース余ってるまあ欲しいもの欲しいと思った時にやっぱ探せるっていうのすごいでかいかな。まああとはね、なんか加湿器とかも全然あるんだけど、今のシーズンはクローゼットにしまってる。俺の家クローゼットだらけでさ、ギターとか普段使い最近触ってないものとかは全部クローゼットに入れちゃってるね。必要最低限のものしか本当に出してない。ごちゃごちゃしてんのすっごい嫌なんで。まあ、とまあこんな感じでね、ちょっと最新版の里見編集ルームを見てもらったんだけど、金額的な話すると、いやでもいくらぐらいかかってんだろうな、その、いやわかんない、どんぐらいしてんのか。まず今この俺の画角に映ってるやつだけでも、マイクちょっと見切れてるけど、マイクが80万ぐらいで、マイクの支えるアームがまあ2万ぐらいの、このモニター1枚8万ぐらいで、下にあるでかいの2つがまあ50万ぐらい、まあ、そもそもパソコンだけで100何万してるから、あーこれいくらぐらいするんだろうねこれね。クローゼットにあるものとかも入れたら多分とんでもないぐらいの値段になっちゃうんだけど、まあ、わかるわ、マイクに80万って絶対いらんやろって思う人いると思う。で、超わかるそれ俺も、まあ、超わかるんだけど、なんか俺のその活動って、まあ、ゲーム実況しかり、歌しかり、生放送しかり、全部ね、マイクを通してやるものなんだよね。でさ、今動画1日1本とか2本上げてるけど、生放送とかもね、含めて、ものすごい時間をさ、俺に使ってくれてるわけなんだよ。意識してないと思うけど、そういう意識のもとを見たり聞いたりしてはないと思うんだけど、生放送やってもさ、2万人以上の人がこうずっと聞き続けてくれたり、動画とかもさ、すごいたくさんいろんな人が聞いてくれてるわけだから、言うなれば俺は、なんかみんなの時間をもらってるんだよね。だからその時間、少しでも聞きやすいように、いい音質で届けたいなとか、少しでも見やすいように画質、いい画質で上げたいなとか、長時間聞いても疲れないような、音にしたいなとか、なんかそういうのを考えたら高いなっていう気持ちは一切なくなって、あ、逆に買わないとダメなと思って揃えてったらどんどんこうなっちゃったっていうまあでもなかなかね、ここまで揃えるのはすごいむずいと思うから、なんかもし欲しいなとか揃えたいなって思ってる人はもっと全然グレード下げてもいいと思うけど、
てか最近買ったさ、Apple iPad Pro が超便利でさ、どんぐらい便利かというとさ、めちゃめちゃすごくないこれ。見てよ。パソコンみたいに使えちゃうっていうね。まあこれで持ち運んで本とか読んでなんか勉強とかしたり、なんかちょっとした調べ物あったらね、もうパソコンのキーボード感覚でこうやってパンパン打てるかな。便利になったなっていう。やっぱスマホのアプリとかでできるやつはね、全部これでできちゃうし、パソコンじゃないとできないことはこれでリモートでパソコン起動して、この画面でさ、パソコンの画面その動かせるんだよね。とかまあいろんな技術を駆使して、こいつをパソコンみたいに使うことができるっていう。まあ正確にはこいつを使ってパソコンを動かしてるんだけど家にある。今回パッパと紹介していってしまったんだけど、俺がみんなに一番知っておいてほしいのは、これね。これ。このディフューザーね。まあ、これは部屋がいい匂いになりますよっていうやつなんだけど、これを一個置くだけで、部屋のインテリアとか関係なく、もう最強の部屋になれる。ちょっと高いんだけど、超おすすめ。デバイス全く関係なくて草です。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。